パルスコ出た、ね、はい、翼さんの絶妙な発音、そうです、パルスコ、はい、こちらはですねほんのり甘い冷製スープでして、はい、中はですねクッキーとかフルーツを入れたもう夏の定番メニューということなんですよね。パッと見はヨーグルトっぽい感じですけれども、うん、スープとして楽しめる、そうですね、でもね、なんか飲むヨーグルトに近いような味わいかもしれないですね、はい、で今日はですね日本で手に入る材料で作っておりますので安心して作ってみてください。では材料見ていきましょう。こちらです。牛乳 400ml、 リンゴ酢大さじ2、ヨーグルト無糖のものです 150ml、 卵黄1個、砂糖大さじ1、バニラエッセンス適量、レモン1/2個、クッキーやビスケットあとはお好きなフルーツ適量ご用意ください。さあじゃあ早速作っていきましょう。はい、お願いします。はい、まずはこちらのボウルをご覧ください、はい、これね牛乳とリンゴ酢を入れるんですけども、牛乳が400ですね、でリンゴ酢が大さじ2入ります。はい、大きめのボールご用意いただいた方がいいですね。そうですね、混ぜますんでね、大きめがいいですね、はい、で今牛乳とリンゴ酢混ぜてるんですけど、うん、本来だとバターミルクを使うんですけども、うん、なかなかバターミルクって家にありませんよね。冷蔵庫には今のところ入ってないですね。そうなんです、はい、なので今回日本で、ね、手に入れやすいこちらの、ね、牛乳とリンゴ酢で代用しております、はい、結構近しい味わいになりますからね。はい、じゃあ混ぜました。混ぜましたらですね、今度はここにヨーグルト、卵黄、砂糖を入れていきます。はい、ヨーグルトからいきましょう。よいしょ、はい、入れていきます。ヨーグルトが150です。はい、このあたりはもう普段の冷蔵庫にも、ね、入ってるものですかね。そうです、そうです、もう本当に揃えやすいと思いますよ。さあヨーグルトが入りまして、で卵黄いきますね、はい、1個です、うんうん、はい、入りました。でお砂糖ですね、大さじ1です。今回ちょっとね甘さ控えめにしているので、もっと甘いのがいい方は増やしてもいいかもしれないです。はい、また混ぜますね。これは本当にですねこぼれないようにしてください。はい、うん、慎重にやりましょう、はい、だんだんちょっと色がね黄色っぽくなりましたね。卵黄もねそのまま使うんですかね。そうなんですよ。さあこんな感じで混ぜてもらいましたら、ここにバニラエッセンスとレモン果汁とレモンの皮を入れていきますね。香りが立ちそうですね。そうなんですよ、バニラエッセンスいきますね、はい、まあ、お好みなんですけども、だいたい10滴ぐらい入れたらいいかなと思いますが、今翼さん何滴入れました？そればっかりはごめんなさい、忘れてました。あと数えなきゃ、あと1回ぐらいでしょう、はい、うん、いいんです、これはだいたいでやっていくのが男飯ですからね。およそ気持ち10滴です。そうです、気持ち10滴、はい、で、レモン果汁も入れるんですけども、まずは、はい、皮ちょっとすりたいのでね。あ、ただ絞るんじゃなくてすりおろす、香りが出ますよこれは、うん、まあ、本当にこれは指にはね怪我しないように、あ、気をつけてくださいね、気をつけましょう、絶対にすりおろしちゃいけないですからね、そういう振りみたいなのやめてください。さあぐるっとまあ一周ですけども、ここもお好みで量は調整してください。あ、爽やかなレモンの匂いしてきましたね。でここにレモン果汁ですね、絞りますよ、はい、ここはねよいしょ、男翼、ちょっとこれ硬いレモンじゃないの用意した人。すいませんね、グッと入れまして、はい、ちゃちゃっと男飯ではこの絞り器は使わないという、絞り器使いませんよ、うん、手使えば早いんですから。です。さあ入れましたらですね、これまた軽く混ぜてください、はい、で混ぜましたらよし、器に入れていきましょう。じゃあもうこれで冷製スープとしてはほぼ完成ということですね。そうなんですよね。じゃあ器に入れていきますね、横でいいですかね、はい、はい、じゃあこぼれないようによいしょ、入れていきますね、よいしょ、はい、入りました。はい、もう一杯ぐらいいきましょうかね、はい、はい、あ、どんな味なのか気になりますね。さあ、あとトッピングですね、うん、はい、ここにクッキーいきましょう、はい、まあ、ちょっとこんな砕いたりしてね、うんうん、こうやって入れてあげてください。デンマークの方々はねこういった料理楽しんでるんですね、はい、そうです、ちょっと時間ないときはこのまま行きます。急にざっくりですねこれ。でこれはもう本当割りたい方は割ってくださいね、はい、でお好きなフルーツ、今回ね冷凍のねベリー系使ってますけれども、いいですね、本当フルーツ何でも大丈夫なんでね、できればパイナップルなんかも入れてもらいたいところです。レモンの香りとのね相性も良さそうですね。そうなんですね、はい、はい、こんな感じで盛り付けをしましたらこれで完成でございます。